2024年が自分史上最高の年へ、それを実現するのはあなたです。運が覚醒する金融上昇チャンネルの坂上です。金融年間7万部突破記念書店購入キャンペーンをとります。購入したレシートでご応募いただくと財運が上がるご符をプレゼントしてます。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、2024年自分史上最高の年にするような大きくステージが変わる、そんな人生が大好転するようなとんでもない流れがやってくる方がいらっしゃいます。しかも今この動画を視聴しているあなたの可能性も十分にあります。それぐらい大きな流れがやってくる方がいらっしゃるんですが、その前兆が手にサインとなって現れているかもしれません。2024年びっくりするぐらい人生が好転する人に現れる1000ベスト5を今回は紹介したいと思います。どれも素晴らしい線だったので選ぶのに時間がかかってしまいましたが、それぐらいとてもいい線が5つ集まりました。素晴らしい未来が待っている人生激変線をぜひ最後までチェックしていただけたらと思います。まずはじめに龍神様のつながり、場を極めるティン社のとから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず第5位、天は二物を与える線です。創業者タイプの線とも言われていて、一代で財を築くようなバイタリティあふれる素晴らしい線を持っています。その線がどこかというと、こちらの知能線なんですが、普通は1本なんですが、このように知能線が二重になっている場合があります。この方は中年以降だと独立することが多く、また独立をしなくてもとても仕事ができる方です。知能線が2つありますので、才能にあふれていて同時に何かをやれる、また何かしていないと落ち着きがないぐらいいつも同時に何かをしている、例えば政治の勉強をしながら経済学の勉強をしているなど、読書もするけど音楽もやっているみたいな線が2本、つまり倍知能がある状態ですので、とても知能に優れている方が多いんです。家庭にいるよりは社会に出て活躍するタイプで、個性的で魅力がある方が多いです。とても頭がいいですので、新規事業を起こせる力もあり、開拓できる人です。そして頭の回転も早いので、じっとしていられず常に何かやっている、ベンチャーやトップで活躍できる、また企画も得意で新しいことを生み出すことも得意です。まるでエジソンやアインシュタインのような方ですね。基本的にマルチ人間で 1.5 倍のパワーを持っています。平均よりも知識がある人が多いですので、気をつけたいところは、人の意見は聞きにくいところがあります。ですが、何かしら失敗など痛い目を見ると聞き入れやすくなるという傾向もあります。2つの才能を持っていたりするので、まさに天から二物を与えられた人です。このように線が出るところが違うんですが、多いタイプが慎重な一面と大胆な一面両方持っている場合があります。周りから見たら普段は慎重なんですが、ここで大胆に行くんだという周りを驚かすような一面もあります。二人分の人格があるような、非常に知能が高くオールラウンドで、仮に最初は営業が苦手だったとしても知能を生かしてだんだんと適応していき、いつの間にか交渉上手になり頭角を現すといった才能あふれる持ち主になります。続きまして第4位、旅行線です。旅行線と生命線から出発してこちらの月給に向かって伸びる線のことになります。このような線ですね。長さは人によって違いますが、基本的にはこの生命線の二分割した下の部分から出ている線です。線の長さによって旅行度合いが変わっていくんですが、運命線が出ていない方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に中指の真ん中のあたりを超えているか超えていないかで短いか長いかが分かります。そして今回お伝えしたのは旅行線の中でも短い線の持ち主です。どれぐらいの旅行感というと、
短期的なもので、短期留学とか旅行とか出張などで運が開けていきます。なんだか去年よりも出張が多くなった、移動距離が長くなったな、なんていう時はチャンスの波に乗り始めています。短期留学といえど親元から離れるため、一時的に実家との縁が薄くなってしまいますが、今までないような経験をしたり、文化や考え方に触れて、自分自身の考え方も変わり、活発的になったり、視野が広がったり、今までいた場所を離れることで運気が変わります。この短い旅行線があって、実家暮らしをしていて、運気を変えたいとか、現状を変えたいと思っているのでしたら、短期間の旅行に行かれるのはいいかもしれません。この線がある方は、独立心があり、また人から好かれやすいですので、旅行先でいい出会いがあったり、留学先で本当にやりたいことを見つけるなど、人との出会いで運気が上がります。実は僕も短い旅行線があり、ここ数年は東京を中心にいろんなところに行くようになったんですが、移動距離が長くなったことで運が開けていきました。知らない世界へ飛び込んだり、行動量が増えたり、フットワークが軽くなると、今まで出会わなかった方と出会う、世界が変わるきっかけにもなりますので、移動がキーポイントになる線です。ちなみに、運命線から右の月給に伸びる長い旅行線もとてもいい線です。この旅行線がある方自体が、移動が2024年ステージを上げるポイントになりそうです。続きまして第3位、障害を乗り越えて開運するタイプです。小指の下から、このように最初の出発点が Y 字となっていて一本につながるこちらの線がある方、結婚線とも言いますし出会い線とも言います。最初は障害があってもそれを乗り越えていく、これまで反対や批判など応援よりも止める声が多かったとしても、それでも突き進むことができれば、あなたの2024年は運が開けていきます。例えば今の時代だいぶ寛大になったと思いますが、年の差婚、娘が自分と同じぐらいの年齢の人を連れてきたみたいな、周囲から大反対されたり、環境で一緒になるのは困難だったけどそれを乗り越えて一緒になる夫婦の関係、愛情は非常に強いものになります。またこちらは結婚相手じゃなくてもビジネスの上でも最高のパートナーと巡り合う可能性があります。最初は喧嘩をしていたり、そんなに距離が近くなかったんですが、いくつか一緒のお仕事をして、そして困難を超えていくことで運命のビジネスパートナーとなる、そういったこともあります。一人で越えられなかった壁を二人で越えていくことによって絆が生まれる、そんな線です。苦難上等ぐらいの気持ちで今ある壁を乗り越えた時、まだ見ぬ景色が2024年待っています。続きまして第2位、他力で幸せをつかむ線です。他力で幸せをつかむというと抵抗がある方がいらっしゃるかもしれませんが、そういう意味ではなくて、あなたが行動するとあなたを応援する人が現れて、それが力となり後押しされて大きく羽ばたくことができる線となります。具体的にどこの線かというと、このように月球から曲がってまた小指に行く線となります。周りの力によって目標が達成できるタイプで、人気や幸せ、そして成功していきます。どちらかというと故郷よりも知らない土地で活躍するタイプで、また月球の力によって性格が明るく積極的で社交的、サポートや援助ももらいやすいタイプです。周りの人の協力によってお金、地位、名誉にも恵まれる方です。そして芸術家の方も多く、周りの人を喜ばせる力、感動させる力を持っています。人を引き寄せる力を備えているんですね。その力を発揮することで周囲を大切にすると、周りが幸せを今度は運んできてくれる、そんな循環が生まれるんです。2024年のポイントは周りを大切にする、周りに親切をするです。それによって大きな後押しを受けることができます。そしていよいよ第1位、中指の下に1本の運命線、薬指の下に1本の太陽線、小指の下に1本の財運線
この3本がある方になります。ズバリこの線がある方は最強の年を迎えます。それぐらい強い運気なんですね。まず自分で運命の扉をこじ開ける力を持っている運命線、そして幸せが舞い降りる太陽線、別名幸せ線です。そして小指の下にある一本の線、金運がとても良くてお金に愛された財運線です。この3本ともある方は2024年はとんでもない流れがやってきます。自分で幸せもお金も人脈も手に入れる力がある人です。無敵な状態な感じがしますが、この3本の線があるだけもすごいんですが、もしも3本の線がつながっていたら力はさらに強くなります。神線と言ってもいいぐらい素晴らしい線です。そんな最強線が持つ人が2024年に流れに乗るには、自分の流れにおごらないことです。流れがすごくて、ある意味時の人のような状態ですが、そんな時でも謙虚な気持ちを忘れずに過ごすことが大事です。調子に乗ってしまって周りの人がついていかなくなってしまうこともありますし、せっかくのいい流れが後押し受けることがなく流れが止まってしまうことがあります。そうならないように感謝の気持ちを忘れないようにすることが大切です。そうすればこの流れが2024年以降も続いていきますよ。いかがだったでしょうか。2024年、びっくりするぐらい人生が好転する人に現れる線ベスト5でした。他にもとても線があり、選ぶのになかなか時間がかかりましたが、それぐらいいい線がたくさんあり、今日紹介しないいい線もまだまだたくさんあります。気になる方は概要欄に貼ってありますのでチェックしてみてくださいね。2024年が自分史上最高の年へ、それを実現するのはあなたです。人生の主人公はあなた自身です。人任せにしないあなただけの物語をぜひ作ってくださいね。今日の動画になったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の運気法サロンができました。日々の運気や高見育児などのイベントも定期的に開催しています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。